メリークリスマス。ネットクレバーのユーザーの皆さん、クズでおなじみキャプテンアドライブだよ。というわけでですね、待ってください。この衣装なんですけど、もちろん私服でもなんでもなく、サンタの衣装ということらしいんですが、まあネット競馬のスタッフさんにケチられまして、ね、これを着る必要があったのかと思いましたが、でもね、やっぱりクリスマスということで、キャプテンサンタがね、有馬記念の思い出と、有馬記念の注目馬を語りたいと思います。ちなみに競馬歴は20年でございます。よろしくお願いします。現在ネット競馬ではネット競馬ユーザーが選ぶベストオブ有馬記念という投票企画を実施中ということで、私も競馬ファンとして一票投じたいと思います。さあ、それでは早速、私が選んだベストオブ有馬記念はこちらでございます。じゃん。2001年マンハッタンカフェが勝った年ですね。このお話をいただいた時に、まあ、相当迷いましたが、私のね、競馬始めた頃の馬券的な、趣向からの話になるんですが、まだこの当時は競馬始めて5年ぐらいだったので、結構本命党だったんですね。で、テイエムオペラ王という馬がおりまして、私今でも好きだし、その当時大好きで、そのライバルの名将ドトーという馬がいまして、テイエムオペラ王と名将ドトーで G1 がずっと決まってた時期があって、実は生まれん2倍ぐらいしかついてなかったんですけど、毎回それに僕5万ぐらい張るという、ちょっと今では考えられない買い方をしてて、でも取ってたんですね。ほんで、まあ2001年になり、ちょっとそれが崩れ始めて、そして迎えた2001年有馬記念、名将ドトーとテイエムオペラ王は、ここで引退することになるんですけども、最後この有馬記念、最後ドトーオペラ王で決まるだろうと私は思っておりました。ドラマがね、有馬記念はドラマが生まれるっていうのはもう当時から言われてましたから、あ、そのドラマはここなんだと、ここでキャプテン渡辺2億勝つなと、そのドラマだと考えておりまして、このオペラ王とドトーの生まれにもうすげえ張っておりまして、そしたらまあ結果ね、皆さんご存知、アメリカンボスマンハッタンカフェ生まれん4万8000円という、まあ何回あの時に戻っても取れなかっただろうなっていう馬券ですよね。マンハッタンカフェは3番人気だったんですけど、やっぱアメリカンボスがね、ちょっとこの企画でもう一回見直したんですけど、3コーナーからあんなに押してる馬が何を残ってるんだっていうね、残るんだから、やっぱちょっと奇跡的なレースだと思いますね、このレースは。というわけで、私のベストオブ有馬記念は2001年の有馬記念でしたが、皆さんも投票して一緒に有馬記念を盛り上げましょう。さあ、そういうわけで、いよいよ、今年の注目馬ということになりますけども、まあまだね、クリスマスイブということで、有馬記念の3日前かな、なので変わる可能性はありますが、現在の私の注目馬はルージュバックでございますね。ここで来るんじゃないかっていう気はしますよね。そのやっぱり有馬記念っていうのは、その有馬記念を目標にしている馬っていうのはなかなかいないので、もう特に最近は、例えばジャパンカップが目標だった馬ならね、ジャパンカップよりはちょっと落ちるとかね、そういうことが多いですから、やっぱり疲れてますからね、馬も1年走ってきて。ただルージュバックはね、エルザベス女王杯以来ということで、まあここはまあ有馬は狙ってたんじゃないかなっていう気がしますので、まずローテーション的に狙えるんじゃないかということが一つ、そして単純に53キロという筋量がね、やはり、コバのボバと比べたら4キロ前えるわけですから。あとこの間知り合いのね、社長に連れて行ったキャバクラの僕についた女の子がもう真っ赤なルージュをしていたので、本当に非常に可愛い子だったんでね、これはサインなんじゃないかと。まあちなみにこれも真っ赤なね、真っ赤な衣装を着てますから、これルージュバックでしょうね。皆さんルージュバックで儲けましょう。それでは皆さん、素敵な有馬記念をお過ごしください。キャプテン渡辺でした。また会いましょう。